YouTuber って生活費稼げますか？真剣に答えた方がいいか、こういうのって。こういうの真剣に答えた方がいいやつだな。俺基準に話すと、登録者6万人で、で、まあ動画2日に1本くらい出して、で、まあそれがだいたい2、3万再生くらいで、まあたまになんか伸びて10万再生とか言って。で、まあたまーにこうライブして、ちょこちょこスーパーチャットもらってみたいな。そういう感じで、もうちょうどぴったり生活費稼げるみたいな、そんくらい。うん。よいしょ。ってなるな。ただ、ああ、勝った！やった！ただまあね、YouTuber ってさ、言っちゃえばタレントをもっとさ、誇張すればアイドルみたいな感じじゃん。まあ、俺自身はそんな自覚はないけど。ってなったらまだまださ、先が見えないし、寿命も短い職業だと思うんだよな。普通、一般のサラリーマンって多分50年くらい最近は、まあ50年は言い過ぎか、まあ40年くらい、社会人やるじゃん。でも多分 YouTuber って、20年くらいでその一生終わるんじゃないかって思うんだよね。ってなったら、生活費稼げるじゃダメだと思うんだ。多分生活費の2倍くらい稼げてないと、YouTuber としてやっていくにはしんどい。もう今は、副業として、兼業でやっていくべきかなって俺は思ってる。って感じ。うん。生活費は稼げるけど、一生食っていけるかって言われたらまだちょっと不安って感じだな、今のラインは。さて、あ、スパチャ来てる！わー！